エステル殿、ヨシュア殿。Sorry. a blonde weirdo decided to grab our hands and take us to the lounge for a drink. Zuibun osou gozaimashi ta ne. Gomen nasai. Nanka Richard 大佐に使う。大佐に僕たちの父のことについて、こちらの動きについては。そうですか。紹介状によると、あなた方はリシャール大佐が感慨を抱く。あのヒルダさん。昔は。モルガン将軍の副官として亡き王子陛下のご子息の語学友だったとも。亡き王子クローディア姫のお父。ええ、15年前の海難、王子さえ生きていらっしゃれば。え、起きてしまったことを悔やんでも夜も更けてまいりました。早速シア。あれ、あなたは。確か。どうもエステル様、事情は伺わせていただきます。この子のことは信用してくださって、姫様が城にいらっしゃる時に。姫様って。それなら問題ありませんね。恐縮です。では用意した制服に袖を通していただけますか。What are you talking about? リボンやカチューシャなど細かいところは私が整えさせていただきます。シェイ、What are you talking about? あの、ひょっとして。ええ、エステル殿には侍女と同じ格好をしてもらって、多少髪をいじらせていただければ。なるほど。確かに制服というのは潜入するにはもってこいかもしれ。へえ、メイドさんの服か。リラさんとかを見ていていいなって思ってたのよ。ヒラヒラしてて可愛いのに。動きやすくないとお掃除の時に困る。あ、やっぱり。早速着させてもらう。嬉しそうだな。はしゃぐのはいいけど陛下に失礼の。今度ばかりは。え、ヨシアも着替えるんでしょ。My God, Estelle. え、エステル殿。だってヨシア、学園祭の劇でお姫様の格好をしてたじゃない。Do we need to bring that up? Is that relevant? ドレスもメイド服も同じでしょ。あれはお芝居じゃないか。女王陛下にお会いするのに。ちょそ。大丈夫大丈夫、全然みっともなくないから。だってヨシアのお姫様姿すっごく綺麗だったもん。また冗談はや。あのヒルダさんたちからも何とか言ってやってください。ああ、just looking in their eyes, I can tell. I can tell that they have the same idea. あの、なるほど。シア、確か姫。はい、長い黒髪ですからヨシュア様にも。ちょっと。それじゃあ3対1の多数決。ではこちらにどうぞ。更衣室になっていますので。ちょっと待ってよ。僕は着替えるなんて一言も。 This is the moment when you run now. Oh, you poor child. わかったから。服くらい。ちっ、シアさん、最近。はあ。まあ。じゃーん。どうでしょうか。とってもよくお似合いですわ。城働きに来たばかりの活発で朗らかな侍女。髪も下ろしていますから。何でしたらこのままグランセル城で働き。遊撃士の仕事もあるから。あ、それよりちょっとヨシア。はあ、どうしても出ないと。だダメ、うだうだ言ってると引き。分かったよ、もうしょうがないな。What did they do to you? これはまた。ですよね、まったく。女の私よりも様になっている。お化粧のしがい。もういいです。何とでもいい。さて、それではこれからあくまで侍女見習いとして扱い。あ、はい。いよいよちょ、うん。ここが正念場だね。気を引き締めて、なんとか女王宮に入らないと。その格好でシリアスに。悪かったね。こんな格好させておいて。よくもまあ。ごめんごめん。今度アイスクリームでもおごってあげるからさ。Ice cream hardly gets back my self
worth and dignity and all that shit. 君じゃないんだから。あ、私がいつ本当に時間がありません。I like the touch that we're being led by Hilda. Let's just go ahead and speed this up. Oi, let us through. こんな遅い時間に陛下に頼まれていたこのような事態になって陛下も何かと不自由なさっていらっしゃる。これは手厳しい。おや、見たことのない顔ですが。公爵閣下の命令で補充した。今日城に入ったばかり。ほう、どうも。おや、なんとなくどこかで見たような。やば。 It's because we haven't changed our faces. 年頃の娘を、もしやよからぬこと何かあったら公爵閣下や とんでもない王国軍の精鋭たる我々ならばよいので。ところでこれは失礼し、どうぞ。ありがとう、ヒルダさん。鮮やかなお手並みです。お役に立てて。さて、何でし、特に気にしないのであれ。別に私はこ、ぜひ着替えさせてください。Gosh. Ah. Poor Joshua. もう恥ずかしがり屋な。あのままでもよかったじゃな。信用にも関わるから。ところでヒルダさん、この部屋は、はい、クローディア様の、最も普段は王城に住んでいら。へえ、そ、でも姫様ってやはりそれも偽情報ですか。 So lies. Lies and deceit.Betrayal. 詳しいことは陛下におき、女王宮の2階にあるの。それでは参りまし。You have to go through so many flights of stairs just to get to your bedroom. That's a little much.I would assume she actually just crashes in all of the guests or guest rooms sometimes. 失礼します。先ほどお話ししたエステル殿とヨシア殿を。ご苦労様でした。どうぞ。かしこまりました。私はここで。さあ、お二人はどうぞ。失礼します。It's the queen. ようこそいらっしゃいまし。私の名はアリシア・フォン・アウスレーゼ、リベール王国第26代。あのエステル・ブライトです。遊撃士協会の。同じく準遊撃士の。お初にお目にかかります。エステルさんとヨシュア殿ね、あなたたちに会えるのを。大したもてなしはできませんが、どうぞ。そう、ラッセル博士はあらゆる動力現象を停止さ、そんなものを大佐は。博士は女王陛下ならばリシャール大佐が。そ、何か一つだけ心当たりがあります。ですが大佐がそれを知っているとは私の思い過ごしであるといいの。あの、その心あ、あなたたちになら十数年前この王都の地下に巨大な、その調査に当たってくれた。巨大な王都の地下ということは。いいえ、博士は未だ機能を失っていない古代文明のアーティファクトと呼ばれる。大半は塔の頂上の装置みたいに、まれにダルモア市長の家宝のように機能が生きている。そんなものが王都の地下に。あ、それじゃあ、あの埋まった遺物の機能を停止さ、その可能性があるということ。ええ、ですがその遺物がどんなもので、ラッセル博士の調査自体も大佐がどこで存在を知ったのか。そうですか。いずれにせよ良くないことも。まったく、ちょっと見直したのにろくなことを考えていないわ。みんなに迷惑がかかるんだったら、ま、なんとかして大佐を阻止しな。さすがはカシウス殿のお子さんたちね。陛下も父と面識が終わりだったんですか。
Why do you keep asking? Yes, everybody knows everybody. 亡くなった息子の友人でしたし、軍を辞めて遊撃士になってからも、そうだったの。それは知りませんで。彼の性格を考えれば、ひょっとして10年前のそのこともご存知な。詳しいことは。ならば、これは私の役。エステルさん、ヨシア殿、少々年寄りの昔話に。あ、はい。拝聴させていただきます。10年前の春のことです。エレボニア帝国の南部で未だ原因が分かっていないため、事件についての説明は、その事件をきっかけに帝国はリベールに宣戦布告。後に百日戦役と呼ばれる不幸な日々の始まりでした。帝国軍は宣戦布告と同時に、リベールは王都を除いて瞬く間に全土を占領。侵攻してきた兵力は王国軍のおよそ3倍だ。カルバードからの援軍も間に合わず、もはや王都が占領されるのも。しかし開戦、誰もが予想しなかった形で、当時開発されたばかりの警備飛行艇が各地方を結ぶ関所を奪還。そしてレイストン要塞から王国軍の総兵力がサイス、ルーアン、ボース、ロレン、各地を占領していた帝国軍の師団は、この反抗作戦を立案した人物こそモルガン将軍の右腕であり、リシャール大佐の上官だった。その後、遊撃士協会と七王協会の仲裁もあって、しかしこの時カシウス殿は大切なものを失っていたのです。 I just want to say, look how fucking big Morgan's fingers are. My god, they are sausages. それはレナ・ブライトさん、あの時計塔は反抗作戦によって追い詰められた帝国軍師団の悪。そしてあとはあなたも。しカシウス殿は奥様の死すらも。そんな事情だったなんて。自分が立てた作戦が結果的に奥様を死なせてしまった。その自責の念から、カシウス殿は軍を残されたあなたのそばにいるために。そして今度こそ。バカよ父さん。父さんのせいでお母さんが死んじゃっただなんて、そんなことあるわけないのに。エステル。そうですとも。全ては大切な民を守れなかった。ごめんなさいエステルさん、そのことをずっと謝りたいと思って。謝る必要な。女王様は戻ってきた平和を。ず父さんたちは必死になってこの国。お母さんは命がけで私のことを守ってくれた。それで十分だと思うんです。エステルさん、あなたに会うことができて本当によかった。今心からそう思う。女王様。でもだからこそあなたには危険なことをしてほしくありません。 Well, Your Majesty, we are a little too far in for that. これ以上今回の事件に関わりを持ってほしくないのです。 Yeah, that's not happening. でも私たちユリアさんに。ありがとう。そカシウス殿の留守中にあなたに万が一の。どうかロレントのお家に帰って。でもですが、女王陛下、父カシウスが取り戻し、陛下が守り続けてきた平和。ヨシュアとゴスペルの件もそうですが、このまま大佐の狙い通り公爵閣下がそのことを考え。あの私たち遊撃士になって、とそれから空賊事件に関わって、まるで父さんに背中を押されて。だから私も守りたい平和に暮らせる幸せな毎日を。今まで知り合った
私の大好きな人たちを、女王様やお母さんたちみたいに私なりの方法で守りたいんです。エステルさん、本当に。え？私も覚悟を決め、エステルさんたちを通じて。女王様。陛下、何なりと。依頼内容は情報部によって囚われている。これは私の孫娘であるクローディアのこと。そっか、やっぱりお姫様も。ええ、思えば今回のクーデター、デュナン公爵ではなく。ええ、こう言ってはなんですが、大して未熟ではありますが、王国の未来を考えた結果。姫様のこと。それってどう考えても正しい判断だと思いますよ。ですが、いつの世にも女性が権力、ましてや大国から侵略を受けた記憶もまだ新しい。2代続けての女王による統治が、そう考える人物が現れたとしても。なるほど、それがリシャール大佐ですか。その通りで、彼は私がクローディアを、そしてその事実を公爵に伝え、全ては公爵を陰から操り。なるほど、ようやく事件の全貌が見えて。強大な軍事国家にする。いろいろ考えられるよ。税率を上げて軍事費を増大したり、大量破壊を目的とした動力兵器を開発したり、大規模な徴兵制を採用したり、リベールでは認められていないイエーガーとの契約を合法化したり。そんな。まさに同じようなことを、大佐。それは純粋な愛国心から。私はどうしてもそれが、国を守っているのは他国と協調していく技術交流や経済交流を通じて。まさに、へ。お互いが死んじゃう。ですが、大佐はその考えを、そしてクローディアの安全と引き換え、多くの者が家族を人質に取られ。ですが、私は女王です。ただそうは言っても見殺しにはしたくないのです。女王様、どうか安心してください。依頼の旨しかと受けたも、必ずや姫殿下を含めた。ありがとう。これで大佐の脅しにも。他にも依頼。ゴスペルの件もあるし、ここから女王様を逃がすこと。ありがとう。ですが、私が逃げたところで、それとゴスペルに関し、私から大佐に真意を問い。Oh God. なんというか素敵な方だったわね。Back to Maid Joshua. 優しげなのに芯が強くて、私も年を取るならあんなかっこいいおば。かっこいいって。でも確かに一国を治める風格を感じ。本当はクーデターを阻止して。さすがにそれは遊撃士の寮。まずは僕たち。それにしても女王、まだ私の知らない。エステル殿、もう支度は終わりました。あ、はい。それでは急いで。もう11時過ぎ。うわ、もうそんな時間。随分と長い間、これ以上長居したら見張りたちに。 Who cares about the guards? They ain't nothing. They ain't shit. Hilda 夫人。 Look at them. 今日はもうお帰りですか。 Bunch of dorks looking out of tiny little holes.There's no way they can see everything out of those. ええ、そうさせていただきます。くれぐれも陛下に失礼のない。これは手厳しい。ですが、どうかご安心を。頼もしいこと。それでは、私と、どうも。失礼いたします。ああ、おじ。え？そういえば名前を聞いて、一応聞か。その。Lena, Shara, Dorothy.おう、なかなか良い名前だな。あんたの雰囲気にも合っている。ありがとうございます。で、そちらのカリンと申します。カリンというのか。なんというか、ありがとうございます。私もこの名前はとても気に入っています。そうか、そうだ、自分は特務部隊の
Stop trying to dick, get your dick wet. そのくらいにしてください。これ以上は下心ありとみ。いや、自分たちは。どうぞ、気をつけてお戻り。Run away. Just run away. Get Joshua as far from here as possible. ヨシアってばモテモ。あの連中、ヨシアが名乗ったら。そんなことないって。君だって結構話が弾んでいたじゃないか。私の時はあの連中、うん、なんだかちょっと。え？え？ Oh God. これは。なんだ、助監長ではないか。うん。新しく入った侍女見習いのレナとカリンと申します。まだ城内に不慣れなものでいろいろ案内しているところで。おや、 Shut up Philip. Shut up Philip. 気づかれた。まずいな、この人とは何度か会っているから気づか。なんだフィリップ堅物のお前にしてはず。これは失礼しました。私の名に似ていたの。お嬢さん方。あ、いえいえ。どうかお気になさらず。うん、見ればどちらもなかなか。特に栗色の髪の方は。黒髪の方はもう少々。恐縮です。うん、レナとやら、今夜の都議を申し付けるぞ。 No.No, that's a hard no for me. Hard pass. Go away. いくらなんでもおたわむれが城勤めの侍女はすべて上辺。そのことをお忘れで。わかった。ブー。Just joke. どうせ一週間後に。No? この城は私のものになるのだ。You're drunk? Go away. その時までのおた。いい加減になさいま。暴飲暴食ならともかく、このフィリップ一命落としておい。だから冗談だと言っている。もういい、今夜は。さすが、そちらが。ブーわ、そう。困ったことがあったら次期国王自ら。ありがとうございます。うん、どうも。お騒が、多分閣下はどうか。そう願いたい。本当に夫人、お嬢様方。相変わらず余計な。あれ、ヒルダさんって。幼い頃からの、最も今では使える。そうだった。確かにフィリップさんって公爵が大佐にそそのかされてる状況。その可能性。そういえばエッセル、君だってモテてる。公爵は君の方が好みだってさ。 I don't think that's anything to like hold up as an achievement, Joshua. なんだかちっとも嬉しくな。あ、ところで結局トギってな。それはエステル殿、そのようなことを殿方に聞いて困らせるものではありません。え、お耳を拝借。Hilda whispered something into Estelle's ear. 理解できましたか。まったく無。ヒルダさん、おかげで助かりました。いいえ、陛下の依頼について。あのどうか姫様を。あ、しよ。はい、日頃私のようなものまで友として囚われの身になられたとお聞きしてから。そっか、絶対に助ける。それでは。 We shall be going back to our rooms. こんな時間に何をしてらっしゃるのかしら。Malthea, Kanone, no. We are tired. Kanone, Tai.
いくら招待客とはいえ、子供が夜歩きをするには遅すぎる時間ではないかしら。We're night owls. 申し訳ありません。場内が珍しくて見物していたら、つい遅くなってしまった。あら、それでは、30分ほど前まで参考までに聞かせて。Kitchen, the maid quarters, the administrative room, the royal guard room, or the cellar. Yeah, we were definitely in the cellar. Does this even matter? Okay. I'm gonna go say the kitchen. ほら、先ほど見回りをした時には、それは、まあ、実は、あんな場所を見物するなんて、ま、知ってて質問するなんて、随分人。それで、正直に答えた方、それは。おーエステル、ヨシュア、こんなところにいやがっ。Oh, thank God, Zen. Oh no, he's drunk. しみ当たるね。うわ。あっと、こら、誰かと思えば、別品の女士官ども。いやー、なんと言いますか。そうです。それで、俺の未熟な弟子どもが。いえ、彼らが保安上の理由で、何を。ああ、そりゃ、ちょうど酒のつまみがなくなって。おい、よしゃ。いえ、もう料理人の方、次女の方に聞いたんですけど、すぐに。まあ、仕方ねえな。おっと。よかったら、俺とさ。美人の笑顔は最高の酒の魚と言いますし。任務があるので、先ほどの一件は不毛。今夜は、もう部屋に戻って、不審な行動をした場合。わかり、もう遅いので、や、素直では。Well, looks like there's someone who can break that air of coldness that she has. とっとと部屋に戻るとするかね。Make her all flustered. 僕たちも一緒に戻る。Maybe not for the right flustered. The weirded kind of flustered. どうやらうまいことごまかせたみたいだな。え、ジンさん。あれは演技だ演技。酒なんざ一滴。嘘、顔だって赤かった。気を巡らせて血行を良くし、東方武術における気功。ほう、そま、困ってたみたいだから、どうだ、助かっただろう。もうジンさんってば、本当人が悪い。確かに助かったけど。へえ、悪い。それで、ん、どうだった。決まってるだろう、女王陛下とのか。Jeez, man.なんでして、どうしてジンさんが。もしかしてエルナンさん。受付の兄ちゃんからは、まあ釜をかけさせてもらったというところかね。Gosh darn it。 釜って、何の情報もなしにそんな推測はできます、ジンさん。ようやくこいつを。 Zen produced a letter from his pocket and handed it to Estelle and Joshua. Let me guess, it's from Cassius. てこの筆跡は。ま、とりあえず大体の事情は分かる。背景、ジン・バセック殿、ご無沙汰しているが、お元気だろうか。急いでいるので、ザックバラ、実はイエーガー絡みの事件。しかしリベール国内でも妙な勢力が。そこで君に頼みが。私の留守中リベールに来て、君はリベールは初めてらしいから、女王生誕祭の前には外国人も参加できる。突然の話で戸惑われると思う。女王生誕祭までには戻るから、カシウス・ブライト、追伸。もしかしたら私の娘と息子に会う機会。ギルドの見習いをやっているので、その時は遠慮。少々のことなら手を。ジンさんは父に頼まれて、そして父は今。まあそういうことに。そういうことに。
要するにジンさん、グルーとは人聞き悪いね。カシウスの旦那にはあの人がいつか借りを返したかったから。そうだった。いつ僕たちが父の子、最初に会った時にエステルが傍術具をキリカに聞いて確信したわけだ。まったく、一言ぐらい教えて。私たち父さんの行方がわからないで。それについては悪いと思ってる。ただ文面からカシウスの旦那、しかしどうやらお前さんたちだけででかい仕事をやり遂げたみたいじゃん。あ、うん。ねえヨシア、もう、うん、こうなったら僕たちだけで済ませるにはあまりにも。Estelle and Joshua told of how they managed to speak directly with the Queen, as well as the Queen's request to safely rescue Princess Claudia. なるほどな。晩餐会での話を聞いて、よし、その依頼。え、いいの？ああ、カシウスの旦那にお、どうか。あ、あた、改めて。Oh, where are we now? ここは。That's what I asked, Special Ops Soldier. Get out of my head. こんな予想以上のロランス少尉最新聞了解しました。おお、機械の化け物。ほう。あんな化け物を一刀で。君の方、やはり本気の君に。ご謙遜を。さすがは牽制より受け継ぎし、神速の意や、しかと見せて。まだまだが、時代の流れ、なんとかこの拙き両手で。勇者たちよ、我らが愛するリベールの諸君の働きに期待す。了解であります。我ら特務兵一丸となって大佐のリベールの栄光のために。リベールの栄光のために。状況は理解で。エステルさん、ヨシュアさん、まさか女王陛下直々の運がよ。でもここから先は、うん、気を引き締めてかかる。それが分かっているのであれば、私から言うことはともかく、これでラスト。今後も何かと。 We've completed 69 jobs, ladies and gentlemen. We've done it. Oh, no, 70. さて、それからあなたがカシウスさんに招かれて永久遊撃士としての力を。ああ、そのつもり。旦那への借りを返す以前に最後まで手伝。さすがじいさん。ところで永久って、声遊撃士の実力を表すランク。一番下の G から A までの7段階に分かれている。それじゃあ、じいさんってそんなすごい遊撃士だったんだ。俺なんざ永久の中でも下っ端の。それに永久は大陸前、その上に実は非公式で、これは国家的な事件を解決したいう大陸全土でも4人しかいない。どれだけすごいのか。どうやらお前さん、その一人ってのがカシウスの旦那。まさかヨシアも知ってたんじゃない。ごめん、実は知ってた。5年前に共和国での事件を解決。はあ、もういい加減怒る。王国軍大佐だの、影の英雄だの、そんなにすごかったんだったらとっとと帰って。その通りかも。そもそもあの旦那がいたらここまで事件が大きくなる。ヨシア、少し妙だと思ってね。一連の事件は全部父さんが、まるで父さんの留守中、そんな印象すら感じる。うん、旦那が帝国に向かったのも、つまり。いえ、さすがに考え、あの父さんを気づかせないように誘導するなんて、よほど父さんの動きを把握して。確か私なんて近くにいた。まあ旦那の裏をかけるなんて、例の大佐に多分2つの大きな事件が。グー、いずれにせよ頼みの柱たるですから、私も覚悟。これより
遊撃士協会オートシキッキ、なんといっても女王陛下直々規約第3項、国家権力に対。それでも軍とギルドでは根本、ジンさんはもちろんオートに。なるほど、確かに情報部と喧嘩する。できれば他の国、今日になって赤書やテロリスト対策という名目、え、実質上の戒厳令ですね。いよいよ敵さんの動きも。おそらく潜伏中の親衛隊や我々の動きを、人質救出は手持ちの戦力だ。正直きっところで人質が捕まってるのは具体的にどこか見当が。そうですね、先ほどからやはり一番怪しいのはエルベリキューだと。エルベリキュー、可能性は高そうですね。テロ対策という名目で特務兵たちが使う。それに王族の女性をレイストン用。ただ相手が軍なだけに確実な情報が欲しいところ。間違いでしたで済む相手じゃない。ええ、どちらにせよ王都にいる他。そこで彼らに声をかけながら情報。確かエステルさんたちは雑誌社。あ、ナイアルの子。確かに何か情報がない。それと潜伏中の親衛隊にもこちらの線も当たっていただく。ということはシスターになりすましている。紹介状の件で助けてもらったし。じゃあ大聖堂王都にいる他の遊撃士はクルツさん、グラッツさん、カルナさん、アネラスさんの酒場や普段使うお店。見かけたらここに。うん、それでは。Alright, well, we're going to have to make up our army next time. Thank you for watching.